ごめんね。雑草にあそこまで集中してる人を見たことがなくて。雑草じゃないですよ。これはケムプフェリアガランガといってアシュワット地方に生える有名な薬草なんです。多分そのはずです。問題はガバンダというモンスターの葉にそっくりという点です。自分のような経験を積んだ植物学者でも見分けるのが難しいぐらいそっくりで。ああ、ケムプフェリアガランガね。知ってるみたいな物言いだね。復活の百合っていう俗称なら聞いたことがあるかもしれませんね。ああ、復活の百合ね。とにかく引っこ抜いて調べたらいいんじゃないの？問題は自分とハギーが得意なのは治療で戦いじゃないんですよね。だからずっとここでじっと眺めてたんです。モンスターに困ってたんなら私に任せて。本当に自分を守ってくれるんですか？アジュナの取り柄って言ったら強いことぐらいしかないからね。ええ、草のことは全然知らないけど、カバンダをボコボコにするのなら得意よ。まとめて引っこ抜いてやるわ。あ、そうですね、やってみましょう。ありました、これが復活の百合です。大興奮ですね。つまんない。次はやってやるからね。とにかく会えて嬉しいわ。誰だか知らないけど。おっと、自分の名前はジンセンです。あ、ねえ、どこに向かってるんですか？あちこちよ。私たち風の吹くままさすらう旅人ってやつなの。東だよ。東へ向かってる。だったら出発前に少し手伝ってくれませんか？もちろん、ちゃんとお礼もしますよ。何をしてほしいの？草むしりとか？あ、復活の百合のことなんですけどね。もしあと3つ見つけてくれたらすっごくいいものをあげますよ。アジュナ、急いだ方が。やる！お礼ちゃんと用意しといてね。Oh!
ここで昼寝も悪くないか。植物探し楽勝かもね。あとはたったの2つです。じゃなかったからね。とにかくあと一つ見つけましょう。
これでお礼がもらえるんだよね。
素晴らしいです。これでリュウマチを治せるって知ってました？それに頭痛とかも、あと熱を下げたり寄生虫とかまで。はいはい、そうね。で、お礼って何？お礼は自分たちです。え、なんて？ほら始まった。友達になってあげます。一緒に未知の世界を冒険して、あなた方が自分たちを守って、自分たちは世界一の植物学者になるんです。完璧ですよね。頭でっかちさんはもう間に合ってるんだよね。悪いけど。治療ができるって言いましたっけ？戦いの最中にあなた方を回復したりできますよ。へえ、それはいいかもね。私たちの戦いがより重厚になるわ。アジュナ、ダメだよ。賛成だな。これ以上お荷物は必要ない。それにこいつの姿も気に入らん。あら、誰に物言ってるのダール。それになんであんたがいるのよ。それもそうだね。ダールがノーって言っても私はイエスだよ。さあ行こう、ちっこいの。やったー、科学を始めましょうか。Oh!
雲の巣について研究中に見た覚えがあります。森の人たちが獣の王と呼んでいるとかなんとか、ピンダなんとか。ピンダや旅人を襲って人間の体で自分の体を作る獣の王のこと、父さんに聞いたことがあるわ。そう、それです。これはまさにそれですね。人体を集めし者、ピンダや。え、私も人間よ。この雲の糸は太すぎて切れないわ。湿りすぎて燃やせない。ネバネバすぎて触れません。どうすればここから出られるのかしら。こんにちは、ペテラちゃん。あんたの足どれもキモいね。あれが前に言ってたやつ？そう、あいつら食べるのが大好きなんだ。食べられるなんてごめんだわ。ラズミ、気をつけて。わかった。燃えたらもっと可愛くなるかも。
気でやれよかったかな。あげる手足なんてないの。可愛いと思ったんだけどな。みんな助けてくれてありがとう。私たちいいチームね。ダール以外。そう、ダール以外ね。相手が俺じゃなければお前らぶっ殺されてるぞ。あんただって私の頭の中から追い出せてたら私にぶっ殺されてるわよ。とにかくすみませんか。もうこんな目には会いたくないですから。ねえ、あれ見て、復活の百合が一面にあるわ。わあ、ずっとここにあったんですね。最初からここに来ればよかったですね。そしたらピンダヤーの餌になっちまうよ。確かに。よし、遺跡を突破した。
ありがとね、ラズミ、ジーセン。ねえ、二人はどこか行く当てとかあるの？私はダールのボスをぶっ飛ばしに行くんだけど。予定はないよ。ぶっ飛ばしに行こう。楽しそうだし。一緒に世界を旅したいです。目的はちょっと怖いですけど。よかった、よし、一緒に行こう。止まれ、アシュアット村からは何人たりとも出ることは許さん。兵士たちよ、ナバル軍の指揮官として命ずる。この小娘を尋問のためにビバナ砦まで連行せよ。了解しました。私はアジュナ、アシュワット村の王者インドラの娘よ。簡単にやられはしないわ。殺すんじゃない。ラバナバー閣下の元まで生かしたまま連れていくのだ。頭が。やっと起きたか。あいつらなぜか俺までここに入れやがった。俺がラバナバー閣下の元まで連れて行くと言ったんだが、あいつらは命令に従わなかったんだ。あんたがうざくて嫌われてるからじゃないの？それで納得いくね。ちょっとちょっと、喧嘩しないでください。ラバナバー閣下に直接お話できれば。悩む必要なんてないわ。奴らのところに直行するんだから。ならどうやるつもりなんだ。壁でもすり抜ける気か。ここから出る方法があるはず。どんな場所にだって一つくらいは必ずね。誰一人この牢獄から脱出できた者はいないし、お前がその一人目になるのも無理だ。外に繋がっているのは二箇所、扉と通気口だけだ。アジュナの斧さえあれば。俺の部下はその辺徹底しているからな。お前らに武器を持たせたままにするほど愚かじゃない。頭の中に武器をしまっとけば取られることなんてないわ。まあ確かにな。よし、ここから出るわよ。覚悟はいい？扉さん。扉はかなり頑丈だと言っておく。今回ばかりはダールが正しかったみたいね。他の方法を探さないと。そうだ、通気口。牢獄なのになんででっかい穴を塞がないんだろう。普通の囚人は得体の知れない精神の領域に魔法の斧をしまったりしないからな。想定が甘いわよ、ダール。もう、なんでこんなすぐに見つかるの？ダールね。俺は呼んでいないぞ。だが来てくれて助かった。貴様ら、我々を今すぐにラバナバー閣下の元まで連れて行け。我々が受けた命令は、小娘を拘束する。それだけだ。命令に従わないつもりか。俺は貴様らの上官だぞ。私たち殺されちゃうね。そうはさせないわ。